はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は、レシピ動画ではなくて僕の個人的な夢を叶える動画になります。実は僕がまだ学生の時にイタリア料理の基礎 の, お手本としていた大尊敬しているシェフに会いに行くっていうような今日は動画です。そのシェフの、レシピ本を熟読して、全部レシピ本を作ったりとか、実際そのシェフのお店に何度も食べに行ったりしていたぐらい大尊敬していたシェフではあるんですけど、今回とある機会があって、ダメ元でお会いできるかちょっとメールさせていただいたんですけど、今回会えることになりました。早速なんですけど、これから現地に向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。だいぶ緊張してますよ。なんか空気が色変わりなんか暑いですけど、じゃあこれから店に向かってみます。こんにちは。はじめまして。どうぞ。ちょっとスタッフさんとかもかなり相当緊張してるんですけど、他の料理人になっても10年11年ぐらいになるんですけど、僕が料理始めたそのきっかけっていう、そのベースの部分っていうのは小林シェフ のレシピ本とかで勉強していたっていうのがあって、中目黒時代の店とエッフェと。中目黒はノスタルジーか。ノスタルジーか。ノスタルジー。6回ぐらい多分行かせて。その時にもう厨房にはシェフとお話はできてなかったんで。ノスタルジーが僕がいた時？はい。サービス屋のヒガさん。あ、ヒガ？ヒガさん。大きい。はい。に対応していただいたんですけど、食べに行かせていただいて。本当に来たかった空間なので。もうそもそも料理シェフの料理どうこうとかじゃなくて、やっぱ空間が素敵なのでもうそういうことじゃないなと思ってるんですけど、実際に来てみてどうですか？いや、もう非日常の空間ですよね。やっぱ場所も軽井沢っていうのもありますし、あともう僕もずっと東京で生活してるので。東京の人なの？はい、東京、もともと東京で、ヨーロッパ、イタリアに結構長かったんで、やっぱ空気とかも全然いいじゃないですか。そういうのとかも慣れてたんで、やっぱ日本、東京帰ってきた時にすごい息苦しさ感じたというか、僕もその近い将来じゃないんですけど、ちょっと都心ではなくて、もう本当に森の中じゃないですけど、そういうところで、もうおこがましいんですけど、小林シェフみたいな、そういう、こういうスタイルの営業はやってみたいなっていうのがあって、でも本当にお手本にさせていただいてます。隣空いてる？出た。
隣同士になります、お隣さんに。隣どうですか、すごいな。いずれはお店やろうと思って、ね、その YouTube とかそういうのやって、まあ、お店、いや、そうですね、お店を営業するというよりはもちろんその料理をその提供して、まあ、喜んでそのお客さんに喜んでいただくという、それはもちろん大前提ではあるんですけど、そこからなんか、まあ、YouTube の発信もそうですけど、なんか、まあ、今もこういうご時世もあるので、まあ、自宅でもレストランの味が楽しい、うん、小林シェフが出された食べログ の, そのパスタソースとかもそうだと思うんですけど、レストランのクオリティのものが自宅で楽しめるっていうのだったりとか、これからやっぱ需要とかしかないと思ってるので、そういうものとかをこのこういう中でやりながら、いろんなこう広げてやっていきたいなっていうのはちょっと考えていることであります、うんうん、ね、って言っても不器用なので本当に今まで料理しかやってこなかった人間なので、その中で今 YouTube 始めて、他のその料理以外のことを勉強したいっていうのにいろんなことをやってて、本当に無力だなと。まあ、でも今ちょうどね、世の中はそんなに早く進まない時代になってるから、はい、いい時期かもしれないね、なんかね、このコロナであんまりね、早く進まないから、ちょっと考えるにはいいかもしれない、考えながらやるにはいい時期かもね、そうですね、時期だから、ね、はい、そんなに。ターニングポイントなのかなと思ってですね、地道に、本当に。私はね、今までこのお店をいくつか経営しててやられてると思うんですけど、うん、で今こういう形を取られてやられてると思ってるんですけど、これからのその展開じゃないですけど、今こうやって YouTube もやられてるじゃないですか、うん、理由ももちろんその YouTube 内では見たんですけど、まずい店が減ればいいみたいな、うん、やばいシェフ聞かれた聞かれてる。もちろんその考えはもうすごい共感ではあるんですけど、ここからやっていきたいことというか、うん、聞いてみたいですね。まあ、いろんな店やっていってるけど、実際の堀尾林家だけをやり続けてて、で堀尾林家はもう、まあ、ずっとこれで堀尾林家始めて20年かなになるんだけど、まあ、20年やってる中でやっぱりもう自分がやるっていうか、やるべき仕事ってのは、まあ、このタイプの仕事だなっていうのは、まあ、やればやるほどこう、まあ、これしかないなっていうのがあって、その間にいろいろ例えばアンティカトラトリノの事業みたいなの、時代が変わ、世代が変わっても店が変わらないトラットリアをじゃあやってみようとか、あとエフェンディアにこう人が育つようなこうグラムちょっと大きめの水大箱もやってみようとか、いろいろやってはみたんだけど、結局自分がいて納得ができて何も考えなくてもそのまま進んでいけるのは堀尾林家しかないなっていうのが、まあ20年間やってみて、ね、出てきた結果なんだけど、ただ単にただこれだけをずっと死ぬまでやっていこうっていうふうには思ってなくて、基本的には俺飽き性だから、もう結構いろんなもの飽きたりするんだよね。堀尾林家はもうそろそろいろんなことやり尽くしていってるから、でこれで本当はこれで何かこう一つにまとめることができればもうすんなりやめれちゃうんだけど、飽き性なんだけど、こう綺麗にまとめることができてないからずる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 やってるんだけど、これやりながらまた他にもいっぱいいろんなことやれることがあるんだろうなって思いながら、その YouTube もそうだし、そのパスタソースもそうなんだけど、こういうふうになると基本的にも限定された世界の中でも本当に手取りが小さな中で、小さいお客さんの数の分まで回していくじゃない。で自分にとってはすごくやりやすいんだけど、それだけではダメだなと思って、ちょっとこう対局にある堀尾林家の YouTube に手を出したりとか、まあ、そもそもそのノスタルジーにしても F にしても対局にあるものに手を出してきてはいるんだけど、まだまだそれではこうなんかこうバランスが取れてないので、今後もうちょっとこうバランスが取れるような、今の堀尾林家を軸としてバランスが取れるようなことができたらいいなと思うんだけど、まあ、あんまりいろんなものに手を出してもね、こう収拾つかないまま終わっていくのも嫌だし、どうしようかなっていう。ただこれはやらなきゃいけないし、まあ、ありがたいことにもこう予約が入ったりするじゃない、だからもうやめたってなかなか言えないから、人の店じゃなくて自分でやってるからね。で、まあ、俺が運のいいことにその養子がいるから、これも続けてられるから、その間はまあこれを軸に、そんなにそっちにこう重心が移るっていう、移らない程度にいろんなことをこう試しながら、こう結果を出して、結果っていうかその自分の中での結果ね、これはこういうふうにするとこういうことになっちゃう
ていう結果だから FM みたいなところはコロナ前に閉めておいてよかったねってみんなによく言われるんだけど、私はそれはそうなんだけど、そうなるに至ってなぜそういうふうになったかっていうのは自分の中で結果として出していければ、まあ、ちょっとずつね、この何かあった時に何か使えるかなみたいなのがあって、だから完全にそのパスタソースみたいな世界に入ってもパスタソースを次々出してもそれだけで食っていけるようになろうとは思わないんだけど、それもやりつつそれの今までとは違うパスタソースの例えばクオリティだったりとかサービスの方法だったりとか、はい、そういうものを本当はどういうふうにしたらいいんだろうっていう、そのビジネスとしてやりたいというよりは本当はどういうふうにしたらいいんだろうっていうのを見つけていきたいなっていう。だからホリユリナに関してはもう本当はどうしたらいいのかな、もう自分の中でできたから、これはもう本当に変な話いつ辞めても悔いは残らないと思うし、でノスタルジカにしても F にしても本当はどうしたらいいかっていう結果が出たし、だから今そのパスタソースにしても、まあ、他のテレカにしても本当はどういうふうにしたらいいのかなっていう結果を出しておけば、誰かが何かをしようとした時にいやそれは本当はこういうふうにした方がいいんだよねっていうふうに言えるようなことがあれば、こう人と話せるようになるから、はい、人と話せるようになるような、自分がやってみてちゃんとしたこといろんなことやってみて実体験としても結果が出せるようなこと、この結果をいくつか出した上でこうそれをもとに人と話せるようになれればいいなっていうから、今はまあそのパスタソースに関してそういう自分がそこにいなくても自分のものが出せるのか提供できるのか、でそのためには何が必要でどういうふうに楽しんでもらうのがいいのかを今見つけてる状態で、その YouTube も合わせて、だからパスタソースと YouTube を合わせることでそういうものができるんだったら そういう方法論が一つありますよっていうのを提供できるしっていう感じですかね。だからこう料理に対してというかこのなぜを追求されるじゃないですか、もちろん大前提だと思うんですけど、料理以外でもその考える癖っていうのは、うん、あるある、ずっと昔からそうだったのか、うん、それとも料理仕事としてやられてて、うん、習慣としてそうなったのかっていう、そもそもそういう性格だったのかもね。その理由がわからないと嫌っていう、どうしてって、だからちっちゃい子がこうちょっとこう子供が喋れるようになんでなんでなんでっていうのじゃない、はいはい、だからそのままなんだよねきっと。だからなんでかがわからないと動きたくないっていう。で料理人としてその例えば小僧で入ったりした時にもこういうふうにしようよ、これを作っとけって言われた時に、なんでかっていうのは聞けない、我々の時代というのは聞けない時代で、そもそもそうだったんだっていう、昔からそうだったんだ、誰もそういうふうに教えてもらったんで、はいはい、だからそうやってやっとけよっていう時代だったんだけど、それで作ったそれで出来上がったものってまさにその完璧にその100点満点のものが出来上がってるんだけど、それを食べた人の気持ちは動かないんだよね。でこれなんでかっていうと、ここにはその人の作った人の魂が入ってないから、なんでそうしなきゃいけなくてどうして美味しいかっていう理由もわからないまま美味しそうなものを作ってるから、美味しそうなものだから食べるけど、美味しそうなだけで本当に美味しいかどうかは理由がそこに入ってないから食べた人にも伝わらないじゃない。だから食べた人は美味しかった気がするだけで本当に美味しかったかどうかわかんないじゃない。それなんでかっていうと、作った人間が美味しいかどうかわからないで作ってるのに食べた人にそんなの伝わるわけがない。物の理由がないんだよね。だから世の中その生きている上でも世界中この今死んだ場所いろいろ起きている中で全てのことに理由があると思うけど、なぜそうしなきゃいけないか、なぜそうなってるか、こういうことをするからこうなってこうなってこうなってこうだからこうなっちゃったでしょっていうのは全ての事柄に理由があると思うんだけど、理由の中起きていることっていうのは事故だと思うわけ。そうするとまさにこの料理は事故の料理だから、思いつきで作られた料理とかインスピレーションで作られた料理っていうのは裏付けがないから、これ事故の料理なんだよね。珍しいから今食べるけど明日は食べたいと思わない、思うことわからない。でそれが例えば俺は料理人だから、まあ、他のことはわかんないけど料理のことに関して言えば、明日食べてもらえるかどうかわかんない料理を今日作って、明日じゃあ料理人のお前やれるのかっていう話になるじゃない。だった時に明日の料理人をやることができるだけの自信をつけるためには、今日やってることにちゃんとした理由を持ってそれを伝えれば明日も絶対売れるに違いないと思う、ね、だったら若い人が料理人になった時にその料理人にお前がやってることに理由があるのか、その理由がないのにそれがわからないのにやってたんじゃ、明日それをお前作ったそれを食べに来るお客はいないぞって言うじゃない。
だからそこが大事だと思うんで、その全ての事柄には全ての理由があって、そのために起きている事柄が世の中に起きていること、いいことも悪いことも、悪いことが起きたとしても悪いことにはその何より理由があって悪いことが起きているわけじゃん。だけど事故っていうのはいいのか悪いのか分からないまま起きちゃうんだから、そこには理由はないんだよね。それが明日の糧につながらないっていうことはもう十分俺には分かってるから、例えばまあ少なくとも人より先に生まれて料理人として何十年かやってきてるわけじゃん。俺はね、料理人始めて40年ぐらい経つんだけどさ、40年も料理人やってきて、昨日今日始めた料理人が歩き始めた時に、そいつのところに行って靴を履かせてやることはできないまでも、歩こうとしてる道に落ちてる石ぐらいは拾ってやらないと、先に生きてきてやってきた意味がなくなっちゃうじゃん。そのためにはお前のやろうとしてることに理由がまずあるのか。理由がないんだったらそれはやるべきことではなくて、やるべきことかもしれないんだったらその理由をまず見つけろって言えるじゃない。それは自信を持って言えるから、そこは伝えていかなきゃいけないなと思って、この YouTube も今食べ手たちが美味しいものをこう探して、いろんなところをこう世界中を歩き回っていろんな美味しいものを食べようとしてるんだけど、その食べたものの美味しさの理由はあんた分かってますかって思うんだよね。それみんながいいからって言ってて虫食ってるんじゃねえよみたいなことを思ってて、その虫を食わなきゃいけない理由はあなた分かってますか、それ分かってないんだったらその虫食べる必要ないんじゃないですかと思うわけ。それを食べ手のスキルを上げることで、そうじゃない店っていうのはそうじゃないことをしてはいけなくなるじゃん。となればそれが100年200年続けば、その時にはどこに目をつぶってどんな店に入ったって、ちゃんとしたものが最低のベースにあって、そこからその人それなりの人なりの料理が出てくるから外れがないじゃない。で今うち子供が2人いるんだけどさ、彼らがお金貯めてコツ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 さ、少ないギャラでお金貯めてさ、美味しいもの食べに行こうと思って食べに行った時にさ、そいつが思いつきで仕事されてたちがっかりするわけよ。要はコツ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 お金貯めて、だからそれ本当に嫌だから、だったら彼らがお金をコツコツ食べて、今の若い人もコツコツお金を貯めて、大変払いでご飯を食べに行くんだったら、それなりに見合う価値のあるものを作っといてくださいよと思うわけ。あなたもそうやって作るんだったら、だからすごいものを作れとは思わない。でもちゃんと理由のあるものを作ってくる。だから吉野家でもいいと思うわけ、デニーズでもいいと思うわけ、ちゃんと理由があってやってるんだったら、で彼らは彼らなりの理由があってやってることだから、これそれはいいんだけど、そうじゃないところでそういう理由もなしに何か目新しいものを作って一発当てたみたいにしてやってるのがあると、許せなくはないんだけど嫌だなと思う。少なくとも自分の身内がそういうところに行っちゃったら嫌だなと思うから、絶対俺が先に死ぬから、俺が死んじゃった後にそういうところでまだなんかそういうもったいないことしてほしくないから、だったらお前もそれ注意しろよって言うけど、それって注意しろよって言ってるよりも早く注意しなきゃいけないところがなくなっちゃえば、注意しなくたってもっと他のことに注意するわけじゃん。そんなことに注意する力を注ぎ暇があったら、もっと違うことに注意注いでほしいから、先に生まれた人間の責任として余計なものだけ排除しておけば間違いない、もうみんなが間違いなくさ、なんかうまくいくじゃない、と思って YouTube でカルボナーラで黒粒胡椒混ぜてるやつの店では飯食うんじゃねえって言ってるメニューにラザニア乗せてるやつの店は信用するなんて言ってるんだけどさ、だからそれを出してるなら出してるって、その理由があれば何もなく闇雲にラザニア出されちゃうと頭きちゃうんだよね。カルボナーラも黒粒胡椒じゃなくていいわけ。俺はもう極端な話、あの黒粒じゃなくて炭削って乗せておいてくれてもいいの。ナスの皮刻んで乗せてもいいと思う。それが黒っぽいのが一番最後に振られたものだったらカルボナーラって言ってもいいよと思うわけ。混ぜちゃったらカルボナーラ仕立てぐらいにしてくれると思うわけ。なんかね、だからその辺のところをある程度こうちゃんと、なんかそういうやつがカオスでしょ今ね。それ一応その先に生まれた始めた人たちがちょっとこう整理整頓しておくと、学ぶ人も余計なことしなくていいじゃん。これ40年かかって試行錯誤してここまで来てるけど、今新しく始めた人たちは俺は試行錯誤してこう得た40年間の知識を2年で学べるんだったら、あと38年間その人が自分のスキルを上げるために使えるじゃん。だからもっとすごいものができるわけじゃん。要は38年間自分のために使えるんだから、だからそれが先にね始めた人の責任だなと思うから、今これはこういうことをしてこういうことはしちゃダメって言ってるわけじゃなくて、こういうもんですよみたいな
多分義務教育の教科書みたいなもんですよみたいなものを作っておけば、なんか才能のある人が自分の才能を開花させるためにたくさんの時間を使えるようになるしね。そんなんね、一頭の肉からさ、いろんな肉部位から肉出してさ、 120g の1枚のさ、ペラペラの肉を作ることにさ、精神誠意掲げる必要、重ねる必要ないわけじゃん。時間をね、使う必要ないわけじゃん。なんか違う一頭の肉から2枚の肉出して隣同士でも違う形状になるのが当たり前だっていうことをまず教えて、それを同じ感動を得るためにはどういう作用の違いをしなきゃいけないかが学べるべきことじゃない。それを同じように見た目にすることをさ、スキルを上げて学んでるようじゃ100年前のイタリアンと同じだから、俺は少なくとも40年やってる以上、その60年間のロストはね、しょうがないにしても40年分は埋めてやんないと先に生まれた意味がない。で、俺は生まれた意味も必要じゃん、やっぱりね。理由が必要だから、なんで俺は先にやってるかって理由が必要だから、そのためはその理由は後から生まれた人が余計なことをしなくてもいいように先に生まれたんでしょっていう話で、まあそんな偉そうな俺が言うっていうのはどうなんだ。ちょっといや全然、ファビオさん大丈夫ですか？あと一つだけ、まだあのレストランで営業されてると思うんですけど、予約も取れないし、うん、1日1テーブルの4名様来店されると思うんですけど、うん、お店時代にずっと思ってたことなんですけど、こういう単価が高いお店だと、小林シェフのような常に断りを持って一皿に対しての説明をしてるっていう、僕も説明大好きなんですけど、日本 その食べ手のリテラシーが低いなっていうのはもうずっと思っていて、そこら辺のこの折り合いのつけ方じゃないんですけど、どういう気持ちの整理をしているのかなっていうのはすごく聞いてみたいことですね。最初からポリオリニアを出した時、最初からあのスタイルでやっていて、はい、だから例えば初めて来る人っていうのは、まあ余計やりにくいのは、いろんなところに行き慣れてる人は自分のペースでご飯食べるするじゃん、はいはい、でそうじゃないっていうことをまず知らさなきゃいけないよね。で料理の説明をしてる間に変わる形状を見ながら説明して、説明時間を変えたりしてるわけだけど、それをあえて説明するわけじゃないんだけどさ、その説明し終わったら食べていいんだなっていう雰囲気もで、なんか一日一テーブルでこの雰囲気でとこう周りのその干渉がなくて、こうまあ一テーブルだからだけど、まあ最大の利点っていうのはここで圧がかけられるんだよね。食べようとしたやつ、食べてようとしてるお客様にですると辞めるから、俺は説明してるまでじっと我慢しなきゃいけないことをこの空気圧で学ぶじゃない。でちょっと照明も暗いし、数も少ないし、音もなければ絵もないから、もうここで一番気をつけなきゃいけないのは俺を怒らせちゃいけないということができれば、あとはもう楽しんでもらえるようなシステムが出来上がるんでね。なるほど。だからイタリアでさ、例えばビッサーニって言った？ビッサーニは、はい、ジャンプランコが出てきたら黙るじゃん。いや黙りますね。あのあれなんだ、あの圧なんだよね。なるほど。それをまず作ると お客さん食べ手が一番幸せになるための最大のポイントって何かって言ったら、作り手の機嫌を良くすること。レストランの機嫌を良くすることに精神誠意を力を注げば、自分には最上のものが出てくる。料理ってそういうものなの。同じものが、2つのものがあって、この人とこの人にこれとこれを出して、これ明らかに上手にできました、これ若干やばいなと思うものをどっちに出すって言ったら、いい人に出してくる。自分にとってその位置に自分が行くことなの。レストランでお客さん食べ手が考えなきゃいけないのは、どうしたら自分がレストランに好まれるか。よく厳しいことを言って、いろいろ何を何とかを変えてあげたって言うけど、そんなことしたってありがたがるやつなんかそうそういないから。そもそもそれでありがたがるようなレベルで仕事をしてちゃダメなんだよ。料理人っていうのは、知らない人が知らない人の口の中に入るものを無条件で作るわけじゃん。で我らはこんな危険な商売はないと思ってるわけ。だからもう本当に会っちゃいけないんだけど、俺がちょっと切れたら、もう本当にあなたの命はこの店の中にいる間僕の手の内ですからねっていうことでしょ。一番いい思いをする、安全に帰りたいんだったら俺を怒らせちゃいけないんだよ。
で料理屋ってそういうところだっていうことに匠が気づいてないよね。おいなまだ、あ、まあ、教えてやれよこんなって言ってはいはい言ってるようじゃ出しちゃダメなんだよ。それだけの自分がそれだけの気概を持ってここでここの世界を牛耳っていうのは自分なんだと。その代わり逆に言えば自分が何かしでかしちゃった時にはとんでもないことになっちゃうっていう責任を持った上でそれだけの権力を持っているんだよね。そこに料理を作ってる人は気づいてないよ。自分が一体どれだけ危ない仕事をしてるかっていうことで気づいてないからそんなことができちゃうしそんなことの言うことを聞いちゃうわけじゃん。だから上は少なくとも最上の状態で楽しんでもらいたいと思ってるから今の全てのことがここにこの中に転がっている全てのことは自分が責任を持って最上の楽しみを提供するために采配を振っているわけじゃん。だからそれに乗っからないんじゃ楽しめませんよっていうことでしょ。でも楽しんでもらわなきゃいけないし楽しんでもらいたいから俺はそれをこうまあ悪い意味で悪い言い方すれば無理強いしているというか。でもそれを学べばそんなに楽しいことはないわけだから2回目からみんな黙って話を聞くしみんなそのシステムに従う。それがそれを委ねてくれればそれが楽しいことが分かるから。だからみんなが話を聞かないから聞くようにしなきゃいけないんじゃなくて聞いた方が楽しいなって思ってもらえるようなものを提供すればよほどでなければあこういうふうにしたらいいなって思うんで。だからお客さんのイタリアのお客さんとか日本のお客さんだから俺実際で仕事してる時も例えば寄席で仕事したりしてもそのやっぱり日本人だからっていうような態度に出ようとするんだけどもやってることを見せればやってることを見せるかその場その実具体的に見せなくてもその持ってるものがこいつには関わっておいた方がいいなとかこいつの話は聞いた方がいいなっていうオーラが出てれば話も聞くしと思うんです。だからそのオーラが出るかどうかっていうのはもう日常的に見てても見てなくても思っても思わなくてもやらなきゃいけないことをやる。これだけは絶対やらなきゃいけないことをやる。でこの中例えば普段自然にこう掃除してる時にちらっとここに髪の毛1本落ちてるんだけどもうあと2分でお客さん来る。あとこの時は拭かなきゃいけない時に落ちてる1本の髪の毛を見た時に拾えるか拾えないか。これをフッてやっとけばもうあっちの方行っちゃってお客さんこっちしか通らないから見えないからいいやでフッてするようじゃその人の話は聞かないんだよ。これを拾ったから終わらなかったじゃない。拾って終わらせないとそこまでスキルを髪の毛一本拾うっていうスキルを上げるわけだよ。意識的にも能力的にも。そうすると黙っててもいろんな人がなんだか分かんないけどもこいつとは関わっておいた方がいいなとかこいつとは関わっておかなきゃいけないなっていうオーラが出る。それはお店屋さんでももうずらっと100軒並んでてもこの100軒の上前を通った時になんだかわかんねえけどこの店には入っていった方がいいかもしんねえなって思う店っていうのはそういうオーラが出てるんですね。だから何があってもやらなきゃいけないことはやる。間に合わなくなろうが間に合おうがどちらかできるようなスキルを身につける。見て見ぬふりをしない。気づいたものは全部やるっていうことを日常的に繰り返すことでその人にはそれなりのオーラがつきそれなりの能力がつきついてそれなりのオーラが出るようになれば人はおのずと寄ってきてまた来なきゃまた来とかなきゃいけないなとか別に頼まなくても次の予約を取っとかなきゃやばいなっていうふうに思ってくれるんじゃないかなって。だからまあ言い方は乱暴かもしれないけど気づいたことは全部するっていう。で気を使う気が利くそのさっき の話し 見ててもらったっていうその水一杯出すっていう気が利くことね気配りができる人になればどんな仕事をしててもどんなにその能力がその経験値の少ない人から見ても経験値が高い人から見ても人としてこの人と関わっておかなきゃいけないなっていう人になれればまあ別に YouTube やってようがパスタソースだけ作ってようがそこに関わらなきゃって思ってもらえるようになると。例えば学校の先生でもそうだ車のドライバーそういうトラック乗ってでも
同じトラックに乗っていろんなものを届けるんだけど、あいつに今度持ってこさせてよって言ってもらえるためには気が利いた仕事をすることだよね。トラックドライバーなんかいっぱい100人でも200人でもいるわけじゃん。同じものを持って同じところに物を届けていろんなものを置いてくるわけじゃん。で、じゃあ電話かかってきて、明日もあいつに持ってくるように言っといてよって言ってもらえるようになるのかどうかっていうのは、ちゃんと気が利いた仕事ができているかどうかでね、気づいたものを見逃さないようにしてるか、見て見ぬふりをしてないかで、ね、で料理屋なんて見て見ぬ修理をしようと思ったらいくらでもあるじゃん。例えばトン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 って切ってさ、ちゃちゃって拭くじゃん。これじゃあ何がベストですかって、洗って洗って使うじゃん。だけど拭いて拭いて使った方が早い。だから拭いて拭いて使うじゃん。だから洗って洗って使った方がクリアなものが出るから分かりきってるじゃん。だったらそれで間に合わないんじゃなくて、間に合わないんだったら2枚のまな板を用意するか、2本の包丁を用意するか、それができないんだったら2倍の力で2倍の速さで仕事すればいいわけだ。それをすることで何だか分かんないけど、こいつの店の料理はキレがいいなってことになるでしょ。それはそうさ、物理的にそうだから。だけど気持ちの部分でもそうだったら、こいつそういうクリアなものを出すこいつとは関わりになったりとかいいなって思ってもらえるわけじゃん。そうすればおのずとやらなきゃいけないことってのは目に見えてくるし、やっちゃいけないことって目に見えてくるわけじゃん。でそれに従ってちゃんとしたことができるかっていうことが、おそらくその今後の分かれ道っていうか結果の違いにつながるのかなっていう。だからこんな軽井沢にいてさ、ぶっちゃけ今本当に5万弱ぐらいかかって3、4時間かかって時間の予約も取れないしさ、なのでわざ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 来てくれる人がいっぱいいるわけじゃない。俺はもうその料理がどうこうだとは思ってなくて、結局そのやってること、そういうことの内容で関わってくれようとしている人が増えたなって思ってる、ね、ただまあ人はねそれぞれだから、そういうことに対する価値観のない、価値観を見出さない人もいるから、それはそれでしょうがない。だからそれはそれでいいと思う。それも全部拾っちゃったら今度回らなくなっちゃうから、はい、回る程度にしか引っかからないっていうのがまあベストなんですよ。まあ総合だよね。だからまあ今は自分ではまあ今満足しているっていうか、まあ、やれるだけのことはやれてるなっていう意味で、そのまあこの環境に満足するから満足できないけどさ、それはねもうちょっとそのぶっちゃけた話もうちょっと楽したいとか思うじゃない、はい、まあ、そこはまた違う話なんだけどさ、今やれてることはちゃんとやれてるんだろうなっていう。ただ怖いのはこれがだんだん減ってきた時に何がいけなかったんだろうって気がつかないんじゃ困るなと思ったら、まあそうなる前に先に逃げた方が勝ちだよね。まあ、逃げるが勝ちだからね。結局戦うよりもそう思うけど。はい。こちらがもともとはのトマラ東京のちょっと混ぜながらお召し上がりください。はい。いただきます。濃くなってしまうんですけど、そこに豆腐が入るとか、油全体的に中和されてるので香りが感じられてすごい美味しいです。はい、参りました。はい、エスプレッソっていうイタリアのミシュランと同じぐらいの有名なガイドブックがあるんですけど、年代なんですけど、僕はお父さんのラトゥージっては最高の食材です。